一つの面と一つの辺を持つメビウスの帯は、位相機科学で研究される対象の一種である。太くした三葉結び目を三次元で描いたもの、コーヒーカップからドーナツへの連続変形と、その逆数学の一分野、位相機科学は、その名称がギリシア語、タウパイとラムダガンマに由来し、位置の学問を意味している。トポロジーは何らかの形を、 連続変形しても保たれる性質に焦点を当てたものである。位想的性質において重要なものには連結性及びコンパクト性などが挙げられる。位相幾何学は空間、次元、変換といった概念の研究を通じて幾何学及び集合論から生じた分野である。このような考え方は17世紀に1の幾何及び 一の解析を見越したゴッドフリート・ライプニッツにまで遡れる。レオンハルト・オイラーのケーニヒスベルクの7つの橋の問題及び多面体公式がこの分野における最初の定理であるというのが定説となっている。用語トポロジーは19世紀にヨハン・ベネディクト・リスティングによって導入されたが、位想空間の概念が起こるのは20世紀の最初の10年まで待たねばならない。 20世紀中頃には、位相機科学は、数学の著名な一分野となっていた。位相機科学には、様々な文化が存在する。オイラーによる、経歴スベルクの七つの橋問題の解決は、位相機科学の方がであるとみなされている。ユークリッド機科学が、紀元前にはできていたことと比較すると、オイラーやガウスに始まる、位相機科学は、高々250年の歴史であり、大きな差がある。 オイラーは、いわゆるオイラーの多面体定理において球面に連続的に変形できるような多面体の辺、頂点、面の数の間にある関係が成り立つことを見出したが、これをもって位相置科学の始まりとするのが一般的である。多面体の頂点、辺、面の数を各々 N0、N1、N, n と置くと、これらが N0、N1、n 二イコール2の関係にあるとする。 オイラーの定理は、18世紀当時の解析学、大数学を中心とする数学の流れにおいて、孤立した結果であった。19世紀にガウスは絡み目数を線積分により、表示する公式を与え、また後半期に、リーマンが現在リーマン面と呼ばれる概念を提出し、ロッホは、曲面の上の2つの変微分方程式の解の自由度の差を、 曲面の種数を含む数と同定するリーマン・ロッホの定理をまとめた。これら戦具的研究に対してトポロジーが一つの分野として確立する契機となったのは1900年前後のポアンカレの一連の研究による。ポアンカレは1895年の論文アナリシス・セチズの中でホモトピー及びホモロジーの概念を導入した。これらは今や 大数的位相気科学の大きな柱であると考えられている。現代的な位相気科学は19世紀に後半に確立された集合論を大きな基盤として成り立っている。集合論のその一人であるゲオルク・カントールは、フーリエ級数の研究に際して、ユークリッド空間内の点集合について考察している。カントール、ボルテラ、アルテラ、アダマール、 アスコリ、ラの研究を取りまとめる形で、距離空間の概念を確立したのはフレシェで、1906年のことである。位相空間という用語を導入したのはハウスドルフで、1914年に今日では、ハウスドルフ空間と呼ばれる概念を定義するために用いられたものであるが、その一般化として現代的な意味での、位相空間という概念が確立されるのは1922年。 クラトフスキーの手による、位相は、大まかに言えば、集合のもとが互いに、どの程度空間的に関連があるのかを示す、この分野の中心的な数学的構造である。一つの集合には、複数の異なる位相が入りうる。例えば、実数直線、複素数平面、及びカントール集合は異なる位相を持つ、同一の集合と見ることができる。厳密に言えば、 集合 X に対し、X の部分集合属単が X の位相であるとは、空集合及び全体集合 X は、タウの元タウの元の2位の合併は、タウの元タウの元の2位の有限交差は、タウの元の3条件をすべて満たすときに言う。タウが X 上の位相であるとき、タイは位相空間と呼ばれる。集合 X に特定の位相をタウが備わっていることを、 X タウと書き表すこともある。タウの元は、X の回集合と呼ばれる。X の部分集合が平であるとは、その補集合がタウの元となることである。X の部分集合は、回でも平でもあることもあれば、そのどちらでもないこともある。空集合と X 自身は常に開かず平である。点 X を含む、回集合は、X の近傍と呼ばれる。 位相空間から別の位相空間への写像が連続で、あるとは任意の回収号の逆像が解であるときに言う。これは実数を実数へ移す写像の場合には、初等解析学における連続関数の定義と同値である。連続写像が単車かつ全車であって、その逆写像もまた連続となるならば、その写像は同唱写像と呼ばれ、 また、写像の定義域はその像と同章であるという。これは、この写像が位相の間の写像を自然に引き起こすということもできる。互いに同章な二つの空間は、同一の位相的性質を持ち、従って、位相的には、同じ空間と考えることができる。例えば、立方体と球面は同章であり、同様に、コーヒーカップとドーナツは同章だが、多方円とドーナツは同章でない。 位相空間は極めて多様であり風変わりなものも多く存在する。裏で位相機科学の多くの分野では多様体と呼ばれるより馴染みやすい位相空間のクラスが注目される。多様体は各点の近くではユークリッド空間のように見える位相空間を総称して言う。より明確に言えば N 次元多様体の各点は N 次元ユークリッド空間に同調な近傍を持つ。 直線や演習は一次元多様体だが、レムニスケートはそうでない。二次元多様体は曲面と呼ばれ、例えば平面や球面やトーラスは三次元空間内に実現することができるが、クラインの壺や実写へ平面はそうでない。位相空間論は位相に関する集合論的定義と構成を扱う位相幾何学の分野である。位相空間論は微分位相幾何学、 何学的位相企学及び大数的位相企学を含む位相企学の他の分野の大部分の基礎となる。点集合位相とも呼ばれる。点集合位相における基本概念は連続性、コンパクト性、連結性である。直感的に言えば、連続写像は近くの点を近くに移す。コンパクト集合は任意に小さな有限個の集合で被覆できる。 連結集合は分離された二つの部分に分割されないということである。ここで用いた、近く、任意に小さい、分離したといった表現はいずれも開け集合を用いて明確な言葉に表される。回集合の選び方を変更すれば、それに伴って連続写像やコンパクト集合や連結集合の意味するものも変更される。 そのような回集合の決め方のそれぞれを位相と呼ぶ。位相を備えた集合は位相空間と呼ばれる。距離空間は位相空間の重要なクラスであり、そこでは距離関数が任意の2点間に距離と呼ばれる数を割り当てることができる。距離を持つことで多くの証明が感明になり、またよく知られた位相空間の多くが距離空間になる。代数的位相幾何学は 位相空間を調べるのに抽象大数学由来の道具を用いる数学の一分野である。その基本的な最終目的は同章を除いて位相空間を分類する大数的普遍量を求めることであるが、普通はホモトピー同値を除いて大まかな分類を得ることが目的となる。そのような普遍量として最も重要なのがホモトピー群、ホモロジー群及びコホモロジー群である。 代数的位相幾科学では、位相的問題を調べるのに代数学を用いることが主だけれども、位相を用いて、代数的問題を解くということも時には可能である。例えば代数的位相幾科学で、自由群の任意の部分群がまた自由となることを、簡便に示すことができる。微分位相幾科学は過微分多様体上のか、微分写像を扱う分野である。 微分幾何学とも近しい関係にあり、これらを合わせて、過微分多様体の幾何学的理論が構築される。より正確に述べれば、微分位相幾何学は、多様体上に過微分構造が定義されることのみを必要とする性質や構造を考察する。滑らかな多様体は他に余計な幾何学的構造を持つ多様体よりは柔らかい。例えば、 体積やリーマン曲率は同一の滑らかな多様体、上で相違なる幾何学的構造を区別することのできる不変量である。つまり、ある種の多様体を滑らかに平坦にすることができたとしても、それには空間を歪める必要があるかもしれないし、その結果として、曲率や体積が変わってしまうかもしれない。幾何学的位相幾何学は、 主に低次元の多様体に焦点を当ててその形状を調べる位相機科学の分野であるが、より高次元の位相機科学も一部には含む。幾何学的位相機科学の主題には例えば、向き付け可能性、ハンドル分解、局所平坦性及びシェーンフリースの定理などがある。高次元の位相機科学において、特性類は基本的な不変量であり、手術理論は鍵となる理論である。 低次元位相幾何学は、二次元における、一位化、定理、例極率、不極率の三種類のいずれかになるや三次元における、幾何化,化予想に現れているように、極めて幾何学的である。二次元の位相幾何学は、一変数の複素幾何として調べることができる。一位化定理により、軽量の任意の共型類は一位な複素軽量に、同値である。 また4次元位相器科学は2変数の複素器化の観点から調べることができるが、任意のあまり次元多様体が複素構造を持つわけではない。場合によっては、位相器科学の道具が必要だが、点集合は使えないという場面に遭遇することもある。点なし位想では、理論の基本概念として開け集合の束を考える。一方、グロタンディーク位相は、任意の現状に定義される構造で、 それら健常に層を定義することが可能になり、一般コホモロジー論の定義を持ち込むことができる。位層機科学の手法を用いると、抽象的な接続関係に関する性質や、微小変形で不変な帯域的な性質を扱うことができる。数学の一分野として整理される以前より、位層機科学的手法が単発的に使われてきたが、20世紀後半には特に、 他分野との関連が深まり現在でも応用領域は広がっているありがとうございます